はい、どうも、ふなさんです。まずはね、こちらの、オンラインサロンね、こちら、私のね、公式オンラインサロン、月額980円でね、ご入会いただけますので、こちらの方ね、ぜひとも、よろしくお願いします。今年じゃなくて、去年のね、夏頃ですね、日本にね、ステファニー・ケルトン教授が、来日してですね、で、まあ、そのあたりからね、一躍ですね、MMT というね、この現代貨幣理論が、ものすごく有名になりましたよね。で、まあ、そこからね、それまでね、ふつふつとこうね、熱を帯びてたこの MMT がケルトン教授が来たことによって一気にね爆発してですね、で、各種ね、普通の民放新聞なんかでもそうですし、テレビでもね、取り上げる、会社が続々と現れてですね、で、一般の人たちにもねこう耳に入る、で、何かねこう、そういったことの、に対してね、興味を持つきっかけにもなった、と思います。で、その後ですね、そこから1ヶ月、2ヶ月後ですかね、次は、その MMT の巨匠、ね、ステファニー・ケルトン教授のこう師匠でもあるね、ランダル・レイ、教授がね、来日するという話になってたんですが、これがね、あいにくね、ちょっと頓挫してしまいました。ですけれども、その代わりといっちゃなんなんですが、この MMT、ね、モダン・マネタリー・セオリーというね、この名付け親でもある、ビル・ミッチェル、ね、この方ももちろんね、MMT のね、巨匠の一人であるということで、ビル・ミッチェルがね、秋頃ですかね、来日しました。ね、ということでね、日本にね、MMT というね、この概念、ね、現代貨幣理論がね、浸透して、で、いろんなところでね、議論の種になったわけですけれども、日本にね、この、ケルトンもそうですし、ビル・ミッチェルもそうですし、ね、こういったね、MMT の権威を日本に来日させた、そのね、中心人物が、京都大学のね、教授のね、藤井聡氏と、藤井聡氏と、並んでね、今のね、日本の経済をのね、おかしなところに、メスを、ね、入れている、ね、三橋貴明氏、この2人がね、中心となってですね、あとは、自民党のね、衆議院議員、安藤博士、議員とね、力を合わせてですね、あとは西田昌司議員ですかねと、力を合わせてですね、で、クラウドファンディングで、資金を募ってですね、で、こういったね権威を日本に呼ぶことができたわけです。だからね、こういう人たちが、頑張ったわけですけれども、今そしたら現在どうなってるのかというと、実はですね、その、藤井聡氏、三橋貴明氏で、そこ、そのね、方々と、並んでね、この MMT をね、流布している、中野武史氏、こういった方々をね、京都学派というね、呼び方をされることもあるんです。なのでね、私も今日はね、ちょっと京都学派というね、言葉を出させていただきますけれども、あえてね、出させていただきますが、こういう人たちと今、ケルトンはじめ、アメリカの MMT の権威と絶縁状態にあると。というよりも、アメリカ側、その権威側から、見下り犯というかね、波紋を突きつけられたという状況なんですよね。何それっていう話ですよね。私のね、このチャンネルをね、ご覧になられてる方でね、の多くはね、三橋貴明氏、藤井聡氏、ね、中野武氏、ね、あるいは、青木康樹氏なんかもそうでしょうし、ね、本当にね、京都学派の方々の、
理論っていうのに触れてる方は非常に多いと思います。で、ということはですよ、そういった人たちの情報をもとに、構築されている方々にとってはね、この MMT っていうのは、イデオロギーとか政治的なね、まあ意味を持たせずに、ね、純粋に、ね、貨幣理論でしょっていう。だから、その、いろんな、そのね、思惑抜きにして、今、この世の中で起こってる、その貨幣についての正しい認識をしているだけに過ぎないよねっていう感覚だと思います。で、情報発信者側の、そういったね、京都学派の方たちもその認識です。その認識です。はい。で、もちろん私もその認識です。ですが、まあ、このね、MMT というのは、もともとですね、完全に左翼思考から伝わってきているものであり、で、まあ、そのアメリカではもう極左と言っても過言じゃないですね。はい。もう、まあ、リベラルであり、まあ、リバタリアンの方々が、この世の中、において、まあ、いろんな意味でね、人種マイノリティだったりとかね、性的マイノリティだったりとか、まあ、いろんなマイノリティの方々、こういった人たちを救うための理論だと、貨幣理論だということで、MMT を取り上げて、で、その理論をもとに、まあ、選挙に挑む。で、あるいは、まあ、それを研究していく。まあ、こういうね、完全なるね、思想、イデオロギーがあるんですよ。先入観があるんですよ。ね。かたやね、その、まあ、藤井聡氏はじめね、こういった方々は、右とか左とか言ってる場合じゃないと、今の日本において。で、いろんなことをシームレスに考えたときに、ね、じゃあ、左派的な思考だというね、イデオロギーが存在してようが、何しようが、正しいし、この日本を良くするためには、それが必要だよね。で、右派的な考え方のね、国防であったりとかね、まあ、自主独立っていう意味で言うと、右派的な考え方っていうふうに、こう、右も左もないと。今、日本にとって、その、海外の状況と日本の状況は違うじゃないですか。だから、海外が、例え、右派はこうだ、左派はこうだって言ってても、今日本って右も左もぐちゃぐちゃになってて、本来あるね、そのナショナリズムとかね、じゃあ日本におけるファシズムって何なのかとかね、もうぐちゃぐちゃになってるじゃないですか。ね、元々の保守は今もう売国左派みたいになってるし、ねえ、で、なんか今まで左派左派って言われてた人らが、なんか保守的な発言してたりとか、もう今日本ぐっちゃぐちゃなんですよね。ほんまに混ぜご飯になってるんで、だからこそね、その海外のイデオロギーをすっぽりこう当てはめることなんてもう不可能になってるんで、だからこそパッケージを作らないと、もうどうもこうもならへんでっていう状態で始めてるわけなんですよね。はい。だからこそ、財政拡大をしていかないといけないですし、で、ね、まあ、金融政策ももちろんしていかないといけないという状況でしたけれども、それと同時に財政政策もしていかないといけないよっていう。うん、で、ですけれども、日本の今の国益、あるいはね、国民の所得もそうですし、生活ね、いろんな部分を考えても、移民を入れると、移民を受け入れてしまうと、まあ今のね、この問題はさらに悪化するということで、移民に関しては反対をする。ね。まあこういうふうにね、まあ数々の問題に対して、まあ左派的な考え方も右派的な考え方もね、取り入れるという考え方で、まあ、推し進めてきたわけですけれども、それが気に入らなかったと。で、
藤井聡氏は、ね、表現者クライテリオンというね、まあ、雑誌の編集長をされています。で、そこにね、寄稿したことの中身で、まあ、第二次世界大戦、ね、まあ、について話したね、まあ、会があってですね、まあ、いろんな方々のね、まあ、意見が、その中にはあったんですけれども、その、まあ、南京大虐殺、であったりとかね、いわゆるですよ、従軍慰安婦問題、まあ、こういったことに関して、まあ、正しいね、知見とかね、証拠が出てきていない中で、やはりね、その、まあ、逆に言うとですよ、こういうことはなかったというね、証拠が出てきているにもかかわらず、未だにですね、政府もそうですし、ね、まあ、国連サイドもそうですしね、世の中はね、まあ、その善と悪というものをね、分けるとしたら、そこに関しては日本は悪だというね、レッテルを貼って、ね、まあ、未だにですね、その真実というのがね、まあ、世の中に認められないということがおかしいと、ね、いう話を、まあ、寄稿されました。で、まあ、こういうね、原罪はないんだと、という話をしたことによって、ね、先ほど言ったね、MMT の名付け親ビル・ミッチェルはですね、まあ、これはホロコーストを否定しているのと等しいぞと。藤井聡という人間は、まあ、ファシストであり、レイシストであり、ウルトラナチュラリストだというね、ふうに、こう、まあ、糾弾してるわけですよね。今ね、実際、まあ、その、朝日新聞もそうですしね、各種ね、いろんな、ね、媒体ありますよね。んで、まあ、テレビ局もそうですし。んで、もっと言ったら、まあ、経団連をはじめ、ね、大手企業もそうですよ。ね。じゃあ、今ですよ。南京大虐殺はなかったぞ言えると思いますかね。おそらく言えないでしょ。というのは、日本に、今ね、そこまでの需要はない。圧倒的に中国の方が需要がある。ね、東アジアのね、経済がどん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 ね、成長したことによってですね、お隣の韓国に対してもね、まあ、マーケットは存在しますから。なので、従軍慰安婦はなかったとか、南京大虐殺はなかったというと、ね、もう一気に日本の企業のね、お客様を失うことになるということで、リベラル的な考え方のもとでしかもう動けないんですよ。まあ、朝日新聞とか別ですよ。ね、もっともっと昔からの歴史がありますから、あそこはね。まあ、ですけれども、まあ、そういったところも含めて、保守と呼ばれる考え方のもとで、ね、行っている、まあ、そういうね、うん、まあ、藤井聡氏はじめ、その京都学派の人たちの、そういった考え方は、もう受け入れられないわけですよ。だからこそ、日本の中でも、ね、糾弾されるし、で、世界からも糾弾されるというね、ちょっとね、異常な状態になっています、今。はい。で、まあ、その、アメリカのね、その、MMT 権威からは、その日本の、MMT の代表、ね、バラマーク運動でね、おなじみの松尾忠氏。まあ、彼はね、立命館大学の、教授であります。立命館大学というとね、共産党なので、まあ、根っからの左派ですよね。まあ、相性は抜群にいいということで、ここまでおそらく広めたのは、どう考えても、ね、京都学派の方たちだと思います。ですけれども、ね、その、まあ、他人の力を借りてですね、自分が権威になったというね、まあ、棚からボタン持ち的な、まあまあ、もちろんね、MMT は推奨されてます。まあ、ただね、財政政策についてはね、慎重派ということで、まあ、その辺もね、折り合ってなかったところはあるんですけれども、まあ、MMT のね、日本の顔となって、ているのは、今、現在、松尾忠氏。で、そこにね、まあ、こう、賛同しているのが、まあ、池田万作さんであったりとかですね。まあ、山本太郎氏もそうですね。まあ、こういうね、部分で言うとですね、どうも、
まあ、松尾忠氏をね、まあ、日本の MMT の顔にするための動きが取られてたんではないのかと、まあ、そういう人たちがアメリカの権威の方に、まあ、リークしたというね、筋がどうも強いみたいです。まあ、それが誰なのかというのはね、まあ、ちょっとわからないようですが、ということで、まあ、実はね、まあ、ここまでね、まあ、大きな話題になって、で、何かね、日本の経済をね、救うきっかけにもなり得る可能性が大いにある MMT なんですけれども、まあ、実はね、こういうね、内々でものすごく痴話喧嘩をしている状態でですね、まあ、これこそね、本当にね、無駄な、本当に無駄な、その思想のね、ぶつかり合いをしているんですよね。救いたいだけなんですけどね、その今のこの世の中を。まあでも、やっぱりね、右も左も関係ないって言ってたのは、まあ、ある種京都学派のみであってですね、やっぱり世の中は右左ものすごく関係あるんですね。はい。なんだったら、貧乏してもええと。ね。命なくなってもええわ。もうそれでもやっぱりもう右左はもう譲られへんっていうぐらい、イデオロギーは簡単に超越できないんですね。はい。ですから、ね、まあ、リベラル左派の方々はね、ワンワールドをね、目指してですね、まあ世の中ね、もう国境なき、ね、移民、ね、難民を受け入れてですね、世の中が平和でいることが一番だという、ね、この傘の下で、まあ、考えられている、ね、MMT というね、まあ、この理論ですから、ね、まあ、本当にそういう意味で言うと、MMT の中でも京都学派が異端な考え方。ですけれども、もうね、普通に常識的に考えたら多分ね、京都学派の考え方がね、一番まともです。一番まともなんですけれども、ね、相入れることができないと。非常に悲しい現状なんだということをね、皆様にね、お伝えしたかったんで、今回ね、こういうお話をさせていただきました。ということで、本日のね、お話が面白かったなとか、ためになったなと思っていただきましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、私、概要欄の方に Twitter アカウント、載せてます。そちらの方からフォローの方もぜひともよろしくお願いします。ということで、本日はこの辺で失礼します。